もう始まってますかね。さあ始まりました、はい、おはでございます。おはでございます。チョム加藤のラストチャンス、チョム加藤区エクストラステージということですね、はい。まあ番組のそうですね、あのラジオ3でやってるチョム加藤のラストチャンス第4週目にやってるチョム加藤区っていうやつがありまして、あのガチャガチャを引いてね、トークをするんですけど、余った分でね、いつもエクストラステージっていうことで YouTube にアップしてたんですけど、はい、今回はね、あのアメーバフラッシュの方でやらせてもらえるということで、フレッシュアメーバフラッシュってね。ということで改めまして、新日本一チーズです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、やっていきたいと思います、はい、上の段が、チョム加藤ワードということで、チョム加藤さんがランダムに書いた残りの2個入ってます今日は、はい、でその中1つ下が山内ワードということで、同じように2個入ってます。このようなカプセルで開けまして、はい、出てきた単語を組み合わせてランダムに、ランダムな、なんだろうな、トークテーマになっちゃうんですけど、はい、ということでチョムワードがみだら、はい、山内ワードが好きにしていいよ。あ、そのままじゃないですか。あ、言われたことあります？でもなんか好きにしていいのよとか、まあまあ僕ね、はい、普通にモテますから。ご結婚もなさってることですし、結婚もしてますし、子供2人いますから、はい、まあね、好きにしてもいいよっていうね、はい、言葉をいただいたこともありますね。はあります、はい。まあチョム加藤さんはね、童貞、そうですね、今おいくつでしたっけ？42でございます。ありがとうございます。ご童貞じゃないですか。もう高齢ですから、はい、20歳を超えて何だっけ、賢者なんだっけ、 そんなのありますね。40超えると何なんですか？30を超えると魔法使い、魔法使いなんですか？40超えると何になるんですか？何になるんですかね。俺は何にもなってないですけど。そうですね、売れない芸人ですけどね。芸人になってますけど。バイトでね、はい、稼いでる芸人になってますけれども、この年になりますとね、親戚親御さん、いろんな人が諦めてね、好きにしていいんだよって言われるようになりますよ。あ、あなたの人生だから。人生だから。あ、それはいいじゃないですか、はい、じゃあみだらみだらにみだらになりますよ。みだらですからね、服装もみだらですけども。何年前の服ですか。なんか来てるんですね、コメント。はい、はい、フレッシュ、あ、みだらです、ありがとうございます。はい、これは、まあ、あれなんですか、見てる方々がコメントしてるんですね、多分今。ありがとうございます、すいません、助かりますね、はい、本当にね、まあ、こういったことも皆さんのコメントいただけましたら、はい、拾っていけたら拾っていきますので、はい、よろしくお願いします、はい。で、ね、好きにしていいよってね、まあ、ぶっちゃけエロい話だよ、エロい話、俺の、はい、エロい話だけど、ストッキングを破いてもいいよって言われたの、はい、ずいぶん前だよ、はいはいはい、当時付き合ってた、はい、彼氏頃付き合ってた の、はい、女の子に好きにしていいよ、ストッキング好きにしていいよって言われて、えっ、ー、って言ったの、はい、好きにしてどうすんのって言ったら、いやいや破くとかさ、はい、まあ確かそういうエロビア見たことあるよ、はいはい、でも俺一切そういうのに興奮しないのよ。あ、そうなんですね。あ、なんか事前に振りがあってってことじゃないですね、あの山内さんのうわストッキング破きてとか、そういう、あれなんなの、あれはどこら辺にあんの？あれは何なの？ SM で言う S なの？何なの？あれは何なの？何でしょう？あの行為は何なの？制服感なの？ビリビリって何なの？いやだ、一切俺ないの、あれ。そうなんですか？本当にないの？ある？私はちょっとあります。あ、そうなの？こう脱いだ状態じゃなくて、こうなんか飛んでる開通みたいな感じでこうビリ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 って言って、はい、こう残った状態でなんかこう。そう、あれ何？何が？え？エロいの？エロいんじゃないですか。未経験者ですけど、ありだ、ありなしで言ったらありだと。40を超えると妖精になるんだって。ティンカーベルだ。チンカーベル、チンカーベル。おいらが見えるのかいって。さてお前童貞だなって。でもあれでしょ、この世に妖精がいないと思われちゃうと死んじゃうでしょ。死んじゃうんですよ。妖精なんかいないって言うと、おいら消えちゃうって。やめてくださいよ。やだよ。まあね、童貞さんだからな。そうそう、でも本当にあるの、その、はい、ビリビリしたい気持ち。あ、やってみたい気持ちはありますよ。ほら、クロストッキングとかなんか定番じゃないですか。だ、もう俺、あ、そうそう、チョムさん話したっけ、はい、俺網タイツダメなの。網タイツダメですか。多分生理的にダメなの。へえ。細かいセル、はいはい、セルが密集してるのがダメなの。あ、ダメなんですか。ゾワーってなるんですか。気持ち悪いんですよ。だから網タイツとか見ると、もう気持ち悪くて、はい、
ゲロ吐きそう。好きにしていいよって言われて。そう、もう終わるというか、そうそう。そうでさ、まあ、僕らの新日本一ーズっていうね、はい、コンビでやってるんですけども、はい、僕ら下ネタなんですよ、コント。基本多いですね。基本多いって、まあ、それしかやってないですよ。それしかやってない。はい、チョムさんさ、はい、藤原紀香やった時に、はい、入ったじゃん。ああ、見たやつ履きました。はい、もうあれも気持ち悪かった。それは網タイツのせいですか、俺のせいですか、両方ですか。そう、いや網タイツです。網タイツが、網タイツがですね、もううん、だダメなんですよ、ダメなんですね、基本ああいうのは。だからビリビリとかもう考えられないの。あ、そうね、俺あれも怖いんですよ、はい、子供の遊具でさ、はい、ロープでこうロープがクロスしてるやつある、はい、あります、酔ってあって、こう、そう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 、ね、あれも気持ち悪いんだから。あ、ダメなんですか。じゃあアメリカ海兵隊の訓練だ。訓練とかもうもうもう軍曹に罵倒されて、鬼軍曹に罵倒されて終わりますよ。この腰抜け野郎、さっさと登りやがれ。このお釜野郎とかって言われるやつのです僕は。そうなんですね。ニューニューのタオル目立つね。あ、そうなんですよ、はい、別に僕ら出てないんですけどもね。はい。はい、はい、なんだっけ、頑張っぺ魂でしたね。はいはいはい、はい、っていうマッキーカヤマさんの番組、はい、TBC のラジオ番組もね、はい、うちのここで収録してますね。でワッキーカヤマさんがいろんなものを置き去りにしていくんでね、はいはい、でこれはでもワッキーカヤマさんからいただいたガチャですからね。ワッキーカヤマさんっていう何ガチャガチャタレント。そうですね、いろんなガチャガチャのように安いタレント。稼いでますよ、あの人は。めちゃめちゃ稼いでますからね、うん、ガチャガチャを集めてきてね、はい、それでご飯、まあまあ元はナレーターとかね、まあ、司会とかお笑いもやられてますけどね、はい、役者もやられてますけど、はい、ね、そうですよ。そのガッキーさんからいただいたガチャガチャマシンです。リアルガチャガチャマシン。リアルガチャガチャ、本物です。チョムさんが夜中パクってきたわけじゃないですかね。はい、そのマシンを使わせてもらってるんですけどもね、はい、この中にトークテーマが入ってるね、はい、ということで、もう続いちゃう、はい、いきますか、はい、好きにしていいよ、みたいな。ちょっと言われたいね。言われたいですね、うん、お金払えば。すごいすごい、ギンギン王国シリーズ好きでした。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてくださいだって、はい、すいません、気をつけてください、本当に。こちらの皆さん、素足でいいです。毛は剃ってください。できた、もう、はい、起きました、ガチャガチャ。じゃあ、チョムワードオープン。これなんだろう、チョムワードの乗せられて、乗せられて、はい、山内ワードが、広末涼子の旦那。乗せられてなっちゃったんですか、キャンドルさん。キャンドルさん乗せられて。まさか。そうか、まあランダムに書いてるからさ。そうなんですね、何書いたか自分で分かんねえじゃん。どういう組み合わせになるかは分かんないんで。ああ、もうキャンドル潤さんですもんね、今ね。キャンドル潤さん、はい、はい、広末さんの、はい、はい、正直ね、はい、キャンドル・ジュンさんね、はい、まあすごいんでしょうけど、キャンドル、キャンドル、キャンドル会でね、はい、キャンドル会ではすごい、すごいんですよね、ですよね、はい、多分。ただキャンドル会がどこにあるかは僕ら知らないんで、キャンドル会ってどこなんだろう。何なの、結婚式場、え、結婚式場とか、あとはなんかほら、世界平和の祈りとかでこうブワーッとついてたりするじゃないですか。はい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 、そういうとこですかね。あとはなんだ、キャンドル SM。 そうですよね。あー、なんかあれかな、陰陽の世界で。ね、はい、陽の世界はそういったなんか、はい、ね、祈りとか、はい、でやっぱ陽の世界はそういう性の道具とかなんですかね、はい、ろうそく、ろうそく会、やっぱじゅんさんのキャンドルは違うわってお店があるんですかね。あるんだろう。え、あれ何なされてるの、自分で溶かして作っちゃうの。なんか空間アーティストみたいな感じなんじゃないですか、もしかしたら。あ、キャンドルを飾る。ほう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 。誰か知ってます、むしろ。はい、キャンドル潤さん。 ありがとうございます。はい、なんかね、でも山本町の、はい、貝山脇さん、すごいよ。そうです、本名ですけどね。本名なんですか、脇さんって。そうですよ。あ、そうなんです、俺全然知らなかった。だってあれだよ、脇さんのお母さんのさ、はい、わびすけって、あれ、はい、セリナベ出す、はい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 、有名なお店あるじゃない、はい、あそこに食べに行くとお母さんが脇ちゃん脇ちゃんって言うんだもん。あ、初めて知りました。あ、でも本当なのか、カズタカ、ん、じゃあカズキとかじゃないんだよね、わきさんなんですかね。でもお母さんわきさんって言ってんだよね。でもそれはお母さんはあれか、お母さんタレント扱い、タレント扱い。息子はねしてるからか、わきってつけ、でもわかんないよね、それはね、本名なのかもしれないけどもね、
まあまあいや、そのキャンドルの話だ。キャンドル、キャンドルか。チョモさんキャンドルとかあんまりしないでしょ。全くしないですね。あのアロマテラピーとかないないないですないさ。ああ、和ろうそくとか全然もう買おうとも思わないですよ。そうだよね、チョモさんどっちかというとあれだもんな、火見ると火つけちゃうあれは公園でこうやって焚き火でこうやって温まるからそうかそうか。おでも SM とかなさってる方はやっぱあるかもしれないですよ。いいキャンドル悪いキャンドル、そのあ粗悪品とか多分あると思う。あるかもしれない。あっちはこのなんでこの粗悪品のキャンドル不純物があるから超熱いよとかなんかあるだろうね。ありますよね、きっと。いいキャンドル、いいローソン。それは多分どちらかっていうとあの M の人があそうですね、まあ、受け手の側、受け手側が人が。でもあれって熱くない、なんかちょうど程よいんでしょ。なんかめちゃめちゃあの離すとこう落ちてる間にちょっと熱がそんな取れてとか、やけどはしないレベルの、はい、その程よいダメージなんです。それはプロなんでしょ。そうくっつけてやると熱いから、この女王様分かってないわってなるのかもしれませんし。そうだよね、はい、多分そうだよ、絶対そうだよな。そうですよね。まあもちろんご注文に応じてじゃないですか、それは。はい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 、別に構わないでやっちゃってください、女王様っていう。奴隷の方もいらっしゃるかもしれませんし。で、あの、明日の仕事に差し支えるんで、あとは残らないようにお願いしますって。言うな、言う人も。でも、そのぐらいだったら生意気言うんじゃないよって、なんか、もっとやられそうですけどね。そうだよな。はい。MO さんはな。MO さんは。だから、キャンドル・ジュンさん自体は、ね、山本町でも、ものすごい評判が良くて。いや、どこ行ったって評判いいでしょうよ。そうなんですか。だってキャンドルジュンだよ。キャンドルジュンさん名前につけちゃうんだよ名前が。そうですよね。だよ。下手するとあのゲゲゲ天丼たかしみたいな、わかんないけどわかんないけど、なんかそんな感じでしょ。ステーキゴロみたいな、なんかステーキゴロ近いですよ。そんなのでしょすごい近いですよね、はい、だってそういうのを背負ったわけでしょ。キャンドルって何。キャンドルを背負ったわけでしょ、はい、じゃあ時代もいれば2代目キャンドルジュン、3代目キャンドルジュンと。まあまあそうなるでしょうね。だからどっかのその偉いキャンドルお師匠みたいなのがいて、はい、でキャンドルお師匠のもとでジュンさんは修行して、で多分キャンドルっていうのはもらったんでしょ。もキャンドルを名乗って良いと。そうそうそう、はい、絶対に絶対のあのあの演歌歌手がよくやるあのここであーってこう炎消さねえやつとかでも逆キャンドル界だから逆じゃないですか。演歌歌手が歌っても消えないキャンドルを作ったら初めてキャンドルを名乗るみたいな。ああそうすげえベテラン演歌歌手呼んで、そうかそうかそうか、北島さんとかね、はい、うん、呼んで祭りだ祭りだやってる前にこうふって消えたらまだ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 ってあるかもしれない、はい、だからなんかのそのテストがあって、キャンドル純レジェンド、はい、ありがとうございますありがとうございます、うちのね、はい、先輩芸人ですけども、はい、なんかそのあってキャンドルが名乗れたはず、はい、そうですよね、うん、あるいはあのなんかこうでっかい牢の塊をこう手足で削って巨大なキャンドルを突き上げるみたいな列かようじゃないですか海王を名乗る人がいるやつじゃないですかキャンドルをこうやって掘り抜いたらあると思います、はい、あると思います、あると思いますよね、はい、海王でキャンドル、そして乗せられて広末涼子の夫になってしまったというそうだよ、なんてキャンドルを極めたから広末さんと結婚できたわけでしょ。そういうことですよね、はい、ねえ、だからステーキを極めれば綾瀬はるかと結婚できるかもしれないじゃん何かを極めればね、そうですね、そういうのだよね、じゃあきっとそういうことですよはあ、キャンドルさんはどうやってアプローチするんでしょうね。でもしたんでしょうね、広末涼子さんに。やっぱキャンドルでしょ。キャンドルがこういやいや、なんか多分こういうのバンつってボーンマジシャン的ななんかじゃないの。そうですよね、きっと。それでなんかそのキャンドルのでなんか結婚しようみたいな。あ、窓の外に。そう。ボボ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 ボって。ドラケのボスじゃないですか。キャンドルだよ。ボボボボボボボって。ゾウが出る時のあれですよ。そうだね。そうだね。はい。いやでもそうだと思うよ。まあ、そうですよね。キャンドルジュンだ。あとご家庭で。はい。悪のキャンドルジュンっているのかな。ブラックキャンドル、うん、ブラックキャンドルジュン、うん、何でしょう、逆さにやっぱ SM 界から SM 界でいるんですかね。やっぱいるのかな。なんかこうすげえ不純なキャンドルを作るんですかね。そう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 、悪のキャンドル、悪のキャンドル、なんかこう枯れた瞬間は何でもないんだけど、後でこうじわじわ効いてくるキャンドルとか、毒のキャンドル、毒キャンドル
毒キャンダル。サソリとかの毒キャンダル。そうそうそう。あるな。ありますよね。戦うんだろうな。だってあれだよ、あの、はい、浅田真央ちゃんもさ、はい、いい真央ちゃんと悪い真央ちゃんが戦ってんだよ。いい真央CM でね、はいはいはい、風邪薬の CM でね、はい、白い真央ちゃんと黒い真央ちゃんが戦ってて、はいはい、で最終的に白い真央ちゃんがかかと落としするってしかもそのかかと落としする前の真央ちゃんがその気合いみたいなの入れるんだけど、はいはいはい、えいっていうなんかすげえのチュンリーみたいなね初期のチュンリーみたいな気合を入れてあのかかと落としをするっていう。それで真央ちゃんでも真央ちゃんでさえいるんだからね。全役いるんだから浅田真央さんでさえ。そうです。じゃあキャンドルさんともなって、キャンドルさんとなったらもしかしてんのがいるかもしれないよ。キャンドルしてんのが、キャンドルしてんのがいるかもしれないよ。そうですね、あのキャンドル高志とかさね、四天王の中でも我が炎は最弱、ジムはまだ最弱ですやつの炎はガラスを断ち切るがせいぜいって基準があるんですよね。はい、そんな感じで、乗せられて、なんだ、広瀬横コタンナの話でございました。以上、はい、チョム加藤のチョム加藤エクストラステージの配信でございます。はい、では皆さんまた、はい、以上です。本当に以上です。はい、さよなら。